1942年、日本海軍とアメリカ海軍が衝突したミッドウェー海戦。この海戦で日本はアメリカに大敗を喫し、戦争の主導権をアメリカ側に渡す結果となりました。日本海軍は主力空母4隻を失うという多大な損失を被った戦いです。そんな戦いの中、アメリカ軍に一矢報いた軍人がいたのをご存知ですか？主力空母が撃沈する中、孤軍奮闘し敵空母を撃沈に導いたその軍人は第二航空艦隊司令官山口多門です。山口は刀匠という言葉が非常によく似合う人物でした。決断力や勝負に対する度胸が強く、優れたリーダーシップも発揮し、部下を引っ張っていくことのできる貴重な人材でした。そんな山口の功績を彼が語った名言とともにお伝えしていきます。ミッドウェー海戦の最中、山口は窮地に立たされていました。自らが搭乗する空母飛龍以外の赤城、加賀、蒼龍の3空母が撃沈されてしまったのです。対するアメリカ軍は無傷の空母が3隻、まさに絶体絶命の状況です。そんな状況にもかかわらず、山口は臆することなく反撃に打って出ることに決めました。そもそもこのような状況に陥ってしまったのは、第一航空艦隊司令長官であった南雲忠一ら司令部の判断ミスと言われています。海戦の舞台であるミッドウェー島付近にはアメリカの空母はいないと南雲らは踏んでいました。そんな中、空母らしきものがいるとの報告が偵察機よりもたらされます。南雲が指揮する空母の艦載機はミッドウェー島攻略に備えて大陸用の爆弾を装備していましたが、空母の存在を知った南雲は装備を雷撃へと転換する命令を下します。この兵装転換はマニュアル通りであるのですが、事態は一刻を争う時でした。時間をかけて装備を切り替えているより、装備を妥協してでも攻撃に向かうべき時ではないのか。山口はこの時、兵装転換よりもスピードを重視しなければならないと判断し、次のように司令部に意見します。現装備のまま攻撃隊直ちに発進せしむるを死闘と認む。山口がすぐに攻撃に移るべきだと判断した理由は、この戦いが空母同士によるものだということを考慮したからです。空母はたくさんの艦載機を収容し、海上での基地の役割を担います。攻撃を受けて飛行甲板が壊されてしまうと、艦載機の離着が機能不全に陥り、基地としての役目を果たせなくなってしまいます。そのため空母同士の戦いでは、相手より先に空母を攻撃することが何よりも重要なのです。しかしながら、そんな山口の意見は南雲司令長官には受け入れられませんでした。南雲は空母には魚雷で挑むべきというセオリー通りの判断を下します。この南雲の判断は模範回答ではあります。確かに時間的な余裕があれば、空母に対しては大陸用の爆弾よりも魚雷を使うべきです。一方で山口は差し迫った戦況に鑑みて、瞬時にそのままの装備で攻撃すべきと判断しました。結果として南雲の命令に従い兵装転換を行っていたところ、アメリカ軍の攻撃を受けることとなります。
日本海軍は一度に3隻もの空母を失い、残るは山口の飛龍1隻のみとなってしまったのです。山口は非常に頭が切れ、決断力のある人物でした。そして自分が正しいと思うことは、自分より立場が上の人に対しても信念を持って意見を言うことのできる男でした。そのためしばしば意見の食い違いから対立が生じることもありました。南雲忠一と対立的な立場を取ったのも、ミッドウェーの海戦が初めてではありません。例えば真珠湾攻撃の時がそうでした。日本軍が真珠湾での奇襲を成功させた後、山口は南雲に対してさらに追撃するよう進言します。ハワイにある石油タンクなどの施設を破壊しておけば、今後の戦いを有利に進められると考えたのです。結局のところ、その意見は聞き入れられずに、南雲は真珠湾からの離脱を決めました。南雲の決断は、被害を受けるリスクを減らすという点から見ると確かに一理あったかもしれません。しかし一方の山口は、多少の危険を冒してでも結果をつかみ取りに行く方を選んだのです。山口は常々部下に対しこう語っていたと言われています。候補つきめがたい時は、自分はより危険性があっても積極性を取る。もし南雲が山口のように決断していたら、アメリカにもっと打撃を与えられていたかもしれません。追加攻撃でアメリカ軍の石油タンクを破壊できていれば、ハワイの艦隊は少なくとも半年は行動できず、歴史は大きく変わっていた可能性もあったのです。山口が部下に日頃から語っていた言葉に、次のようなものもあります。死ぬか生きるかの瀬戸際に立って判断に迷う場合、他のことは一切考えず、まっすぐ死に突き進むことだ。まっすぐに死に突き進むという言葉だけを見ると自殺行為のように取れますが、真意は全く違います。逃げて安易な生を求めるのではなく、死ぬ覚悟で戦いに臨め、そうすれば死中に活を見出せるという、戦いの覚悟を示していると受け取れます。もちろん山口は部下の命を軽く考えてはいません。ある宴席の無礼講で、一人の青年士官が山口に言います。司令官、我々は将棋の駒で言えば、負の駒であります。惜しみなく、どしどし、潰してください。すると山口は、いや、違う。将棋で言えば、君たちは強者だ。まっしぐらに敵の喉を突き刺す大切な駒だ。やたらには使えんよ。と答えました。戦いに臨み、死を恐れぬ覚悟を培って、部下たちの出処進退の迷いを取り除くとともに、しかし、決して部下たちを無駄死にはさせまいとする、それが山口の本心ではなかったかと感じます。攻めより守りを選んだ南雲の判断により、ミッドウェー海戦では結果的に日本は空母を3隻失ってしまいます。残るは山口の乗船する空母飛龍1隻のみ。この絶体絶命の状況の中でも、山口は迷うことなくまっすぐと前を見据えます。我今より航空船の指揮を取る。山口はそのように発光信号で伝え、自ら指揮を取ることに進み出ます。南雲が戦線離脱した後、通常の序列では山口ではない人物が指揮を引き継ぐはずでしたが、山口は
自分の方が向いていると買って出たのです。山口は指揮を取るにあたり訓示を述べています。一段とご苦労様だが、前期激突の決意を持って攻撃へ向かってくれ。そして自らもその覚悟を示します。司令官も後から行くぞ。決死の覚悟で挑んだ結果、山口はアメリカの空母ヨークタウンを撃破することに成功します。しかし実際に山口が指揮を取った際には時すでに遅し、白母を待って攻撃を仕掛けようとしていたところに攻撃を受けてしまいます。急降下爆撃機 SBD ドーントレスによる攻撃でした。空母飛龍はその攻撃に耐えきれず、飛行甲板が破壊されてしまいます。飛行甲板を失った空母はもはや何の役にも立ちません。これまでと悟った山口は乗員に退艦の命令を言い渡します。そして自分自身は最後まで飛龍に残り、飛龍と運命を共にしました。山口らしい潔い最後でした。窮地に追い込まれた状態にもかかわらず、毅然として敵に立ち向かい成果を上げる山口は並外れた度胸の持ち主でした。仲間からの信頼も厚く、山口のことを次のように称える人もいました。山口少将は勝負度胸も太く、見識も優れ、判断行動ともに機敏であった。私は初戦の当初から南雲部隊はこの人が長官となって指揮したらと密かに思っていた。山口ほどに勝負感の冴え渡った人物が最初から指揮を取っていたら、戦いは全く違うものになっていたかもしれません。山口多門が45歳の時に戦艦伊勢の艦長を任された時の言葉を紹介します。着任に際し希望を2つ述べておく。その一つは人の輪である。協力一致して愉快に、しかも元気で伊勢の戦闘力発揮のために頑張ってもらいたい。その二は闘志旺盛でなければならぬ。戦闘に直面して最も肝要なことはこの旺盛なる闘志である。最後まで頑張る者が初めて栄冠を得ることができる。精神をしっかり持つためには何といっても健康である。健康なる精神は健全なる体に宿るのである。この一か年朗らかに愉快に勤務せんことを望む。この言葉の中に山口の生き方が現れているように感じます。難しい言葉や堅苦しい建前ばかりを述べるのではなく、言葉一つ一つに込められた山口の思いがまっすぐと伝わってきます。人の心を動かす熱い情熱を持った山口、もしミッドウェー海戦で生き残っていたなら、その後の戦局は変わっていたのではないかと期待を持つ方も多いでしょう。ミッドウェー海戦で空母飛龍の最後の奮戦において、疲れていることを承知の上で攻撃隊の部下たちを送り出さねばならなかった時、山口もつらかったはずです。山口は部下を送り出す時にこう声をかけています。必ず敵空母をやっつけてこい。司令官も後から行くぞ。その言葉通り、山口は空母飛龍が被弾炎上すると船と運命を共にしました。部下たちを裏切らず、自らの言葉に最後まで責任を持った武人の姿がそこに見出せるのではないでしょうか。